ハインツ・ザ・ウアーはテナー・サクソフォー・ン・である。独学で1950年代に地元・フランクフルトで演奏するようになり音楽キャリアをスタートした。彼は長年、アルベルト・マンゲルスドルフのアンサンブル、ジャゾン・サンブルでヘッション・ルー・ウン・ド・ファンクス、ジャーマン・オール・スターズで演奏した。彼は、ボブ・ディーゲンと頻繁に仕事をし、ラルフ・ヒューブナー、ギュンター・レンツ、ステファン・シュモルク、 マンフレート・ショーフなどのミュージシャンと共演したり、レコーディングしたりしている。1990年代に彼は、サクソフォーンを電子処理して使用する実験を開始した。2000年代にはとりわけ、クリストファー・デル、バートラム・リッターとのトリオや、ミハイル・ウォルニーとのデュオで演奏した。彼は、ドイチャ,ジャ・ジャスプレス、SWR、ジャスプレス、 ドイチャスカーレスプラチンプレスなどの名誉あるドイツの賞をいくつか受賞している。ありがとうございます。